最初にボールを取りました。レブナイズ川上、いきなり打ちました。決まりました。はい、思い切りよく。松崎がスリーを打ちました。決まった。素晴らしいショット。って変わってレブナイズが得点をリードする形。ここで奪った。ターンオーバー、藤田が沈める。綺麗な形で8点目を取りました。落ち着いて決めました。このフリーでのスリーポイント。シェハ中切り込んでいく、うん、これはいい形。ナイスプレーですね。川上が前にいます。切り込んだ。ショット決めた。小さくガッツポーズしました川上。ナイスパス。素晴らしいパス。高橋です。藤田です。守りました。背番号11番の須田がディフェンス主張についています。田中がスリー沈めました。取りました。シェハダーダンクシュート。もう一回ディフェンス頑張りたい。ディクソンが、おっとこれ松崎がうまく救った形。ナイスバンドですね。素晴らしいショットが決まった。よく繋ぎましたね。ここで攻撃につなげたい。ゴール下のシェアがダンクシュート。赤塚攻めた。赤塚行きました。いやー、これは嬉しい。赤塚のショット。両軍がベンチに戻ったというところですが、宮迫さん、面白くなってきました。2点差です。今のあの赤塚選手がシュート決めた瞬間、もう鮫島ヘッドコーチがですね、飛び上がる喜びを表現されてましたので。そうですね、やはりあのこういう選手起用がですね、うまくはまるときっていうのは、本当監督としてはやっぱり喜び、何者にも変えられないものがあるんですけども。そうですか。また勝利につながるとですね、なおさらだと思うんで、この流れでこのままいきたいですよね。もう一つ、これまで45年のコーチ歴、まあ、今日一つそこに区切りということですが、ヘッドコーチの指揮、なんとか勝利で終えてほしいですね。ディクソンのスリーだ。決めてきた。1点差。
ディクソン、ドライブ、ファウルがあった、バスケットカウント。いやー宮迫さん、はい、この大事な攻撃、勝利を直結しかねない流れ、そうですね、いい形だったんじゃないですか。最後のあのステップのチェンジオブペースですね、はい、ゆったりとしたステップでゆっくりリング見ながら、さすがですね、この辺の柔らかさ。本当にこのディクソン以外でああいったしなやかさを持っている選手はなかなかこう見ないような、はい、さあディクソンのフリースローだ。レブナイズ、ここでリード。シェハ、藤田、沈める。3点差、リードを広げます。藤田がカバーします。さあ時間をしっかり使いたい。残り時間が間もなくなってきました。決めた。今のショットが決まったのは大きい。残り 1.5 秒。レブナイズ、待望の勝利を満員のお客さんの前で届けることになりました。そして45年のコーチ歴、鮫島俊秀ヘッドコーチの最後を花道で飾ることになりました。ありがとうございます。2年以内に鹿児島といえばレブナイズと
鹿児島県のレベルですね。これをなんとか達成していきたい、それが自分の今後の仕事だと思ってます。こんな機会を与えていただいて、心から本当に心から感謝します。勝利で終わるのが最高ですね。ありがとうございました。